はい、ヘビメタ系ギタリスト YouTuber のつけちゃん。今日はですね、函館の隣にありますね、七飯町っていうところに来てるんですけど、そこにある大沼公園っていうね、ところに来てるんですよ、今日ね。で、昨日ですね、なんかイベントがあるらしくて、まあ、ちょっと来てるんですけど、まあ、イベントといっても小規模のね、ちょっとイベントらしいですよ。地元がこうやってるね、あるイベントらしいので、今日はね、それをちょっとご紹介しようかなと思ってきました。はい、それでは早速ね、今日いろいろね、出店とかもね出てるんで、ちょっとね軽く紹介していきたいと思いますけどね。で、イベントの方もあるんで、で夜はね、なんか花火大会があるらしいんですよ。ただこれもあくまでも小規模なので、少しだけねちょっと紹介してみたいと思いますので、チェックしてみてください。はい、それでは早速ね、ちょっと向こうの方からね、ちょっと歩いていきましょう。前回の函館の時よりもありますね。ピカちゃん的には丸々焼き好きなんですけど、まあまあ丸々焼きないんですよね。しばらく見てないし。ね、王道のものは結構あるんですけどね、こば焼きそば焼きとかね、丸々焼きがない。あったら即食べるんですけど、なかなかない。これあれですかね、皆さんのところに丸々焼きってあるんですか。丸々焼きある方はね、ちょっとピカちゃんに教えてください。丸々焼きってありますかね。もう全国的にありますかね、これ。なんかね、ここ最近2年くらいなんかやっぱコロナの影響でね、なかったらしいので。悪いですけど、結構ジメジメしてる。なんか普通にこう飲み物が飲みたい。結構出てますよね。向かいの方にも少しあるんですよね。あっちの方にもね、店出てるんですよね。
動販売車って言うんですかね。ていうか、函館でもグルメサーカスってあるんですけどね、なんかそれよりもね、その規模よりもはるかにありますよね。有名なその出店はないですけどね。であそこにもちょっとね、あって、でイベント会場がねこっちなんですよ。大沼あとご飯の方なんですけど、もうやってるんですかね、イベントね。一番最初ライブがあるみたいなのでね、ちょっとそちらをねちょっと覗きに行こうかなと思います。いいですか。はい、初めてです。はい、大丈夫です。地元の方みたいですけど、まあ行ってみますかね。まあね、小規模でやってるんで、まあ、地元の方らしいですけどね、まず行ってみましょう。結構今日はね、もうすげえ函館もね、コロナがすごく増えてるんですけど、めちゃ人いますよね。せっかくなんでね、ちょっと近くまで行ってみましょうか。こういう感じでね、イベントやってるらしいです。地元の方だと思うんですけど、はい、まあ、このようなね、感じで毎年やってるらしいです。ペちゃんもね、今回初めて来たので、はい、今日はね、夜までですね、楽しんで帰りたいと思います。じゃあね、次なんですけど、ここ大沼ということで、何でしたっけ、千の風が生まれた地でもあるんですよ。そこの場所がねちょっとあるんで、探してね行ってみましょう。まあ、直感で行くとこっちです。はい、大体の記憶が正しければこっちだと思います。多分ね、こっちずっと行ったところ、まあそんな歩かなくてもいいんですけどと思うんですけど、そっちにねあると思いますんでね、ちょっと行っても、ひかちゃん自体見たことないんで、これあれかな、夜灯籠流しで多分ね、こう使うやつだと思います。入れない。今日は入れませんでした。多分ね、こっちにあるんですよ。残念ですね、仕方がない。あとはね、ちょっと見えないかもしれない、知れないですけどね、結構ねボートとか乗れるんですよ。こっちにもあるんですけど、で遊覧船もね出てるので、遊覧船とかにね乗って、この大沼湖畔をねこう一周することができます。はい、でボートもあるしね、足漕ぎボートもあるので、まあ、楽しいですよね。ひかちゃんも小さい頃に経験したことありますけど、楽しい。よろしくどうぞ。じゃあ買います。哺乳瓶で、光る方、光る方じゃなくて小さいやつ。中身はここに書いてる、下、あ、上にもある。お約束の牛乳から。ないよ。牛乳はない。カルピスになるし。グレープで、グレープソーダでいいです。いいですよ、グレープソーダで。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、皆さん出てる人はね、これ YouTube をご覧になってる方は多分ね、これね、白いのを期待してたと思うんですけど、残念ながら、はい、いただきます。
やばいこれやこれちょっとなんか思い出したよこれこれ見てくださいこの哺乳瓶なんですよ、ね、これ最高ですよこれね。うん、それもなんか勘違いしちゃう。でも美味しいですすごく、はい、ぜひね北海道来た時はねチェックしてください。今ここにねテロップ出しておくんで、はい、ここにポスター出しておくのでだいたい時期ね多分ずれるかもわかんないですけど、まあ、チェックしてねチェックしてみてください。行きますかね。じゃあね戻りますか。はい戻りましょう。じゃあイベントですね。運命イベント近いのようやくね花火があるのようなので向こう行ってみましょう。はい、ここです。ようやくね2時間待ってようやく花火がね上がるのでこれを撮影したらねちょっと帰りたいと思います。
はい、今日無事8時間余りの滞在でしたけどね、まあ、無事に最後イベントが終わりましたので、はい、この時期だったらね、ここにちょっと URL、下に URL ね貼っておくんで、そちらをねチェックして見てください。もしかするとね、多分土曜日曜日にイベントやると思うので、それに当たればねこのような感じのイベントに見ることもできますので、はい、ぜひ参考にしてください。はい、それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは帰りたいと思います。お疲れ様でした。